はい、皆さんこんばんは。ミモレ編集長の河原咲子です。最初に注意事項を申し上げます。皆さんご覧いただいている画面の明るさを最大に、音量は聞きやすい大きさに調節していただけると、より良い条件でご視聴いただけます。はい、というわけで、本日はロクシタンとミモレがコラボして心をも満たされる育毛ケアライブを行いたいと思います。皆さんからの、ね、コメントも拍手が大きいね。大きいよ、盛り上げていく、はい、お待ちしてますので、よろしくお願いします。今日はスペシャルゲストとしてスタイリストアマーク主催の大草直子さんとヘアメイクの須山恵美さんをお招きしています。大草さん、須山さん、よろしくお願いします。お願いします。大草さんとインスタライブするのが久しぶりすぎて。わかるよ、わかるよ。嬉しい。もうめっちゃ今日楽しみにしてきたもの。そう、私結構大草さんのインスタライブ受け自分の役割だってすごい何年も思ってた。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい久しぶりで嬉しい。すごい久しぶりだって。大体において講談社に来たのがすっごい久しぶりだもん。講談社が綺麗になっててびっくりした。もう講談社が綺麗になっててマジでびっくりした。そうなんですよ。そしてこのやっぱ照明さすがですよ。どう皆さん、ライティング、ライティング全然綺麗だもんほら。あとちょっと画面見て驚いたんですけど、うん、大草さんの毛量、勢いがある、勢いがある。ちょっとその勢いの秘密をね、うん、話していきたいと思います、はい、もう皆さん多分興味があるね、髪のことはね、コンテンツだからね。そうなんですよ。ミモレでも、うん、何度やっても跳ねる。そうだよね、そうだよね、うん、だってさ、髪って取り替えられないのよ。これで一生生きていくから、そう、本当に早くから手をかけてほしいなって思っている、うん、思っている、うん、そう、今日はねたくさん話していきたいと思いますが、はい、うん、須山さんは、はい、結構奥さんのヘアメイクすることあるんですか？そうですね、呼んでいただいております。ありがとうございます。今日も須山ちゃんにね、はい、やっていただいてね。そうなんです。そう、まあ、ちょっとそのあたりね、大草さんの髪を知り尽くしている髪と地肌を知り尽くしている須山さんのなんかご感想とかもね、うん、聞いていきたいと思います。はい、はい、今日は、心も満たされる育毛ケアというテーマでお話をしていきたいと思うんですけれども、うんうん、大草さんが最近心満たされるなと思った瞬間は何かありますか？なんかあるの？なんでニヤニヤしてるなんかニヤニヤしてる今ふっと見たら。あるのよ。どうしたんですか？いやだ、怖い。タンゴを始めたの。ええサルサじゃなくて？サルサはやってるじゃない、うんうん、サルサはもう25歳から、51歳の今までやってるんですけど、うん、20だからもう5年以上やってるんだけど、タンゴをずっとやりたいなと思っていて、うん、なんかタンゴをね始めたの私。ずっとやりたかったのになかなかその一歩が出なくて、でもそれを始めてレッスンに行ったらもうバチーンってきて、わ、本当にこれだな、やりたかったのはって思った瞬間がありました。ちょっとサルサとタンゴのこう違い、うん、まあ、全然違うと思うんですけど、うんうん、まあ、踊る楽しさの違いってどういうところにあるんですか？あ、もちろんもリズムは違うのと、うん、あと両方ともペアダンスはペアダンスなんだけど、うんうんうん、でライブはライブ、うんうん、型があるわけじゃないから、その場でフィーリングで踊っていくっていうところはすごく似てるんだけど、はい、タンゴは当然アルゼンチン、うんうん、でサルサはもうソース、ヒスパニックのいろんなダンスとかヒップホップとかが混ざって、これちょっと長いから短くするね、混ざってソースサルサになったっていうのがサルサなんだけど、はい、ね、タンゴはねもうちょっと社交っぽいんだよね。もうちょっとこうなんていうのかな、エレガントだし、基本的には見せるダンスっていう感じがすごくするのと、うんうん、あと足のワークがすごい多い、それがすごい、で男性もめちゃめちゃエレガントでセクシーなんですよ。なんかね、来年のミモレの10周年のパーティーとかで踊ってもらおうかな。え、いいんですか？え、踊ってくれるんですか？仕上げる、そのそしたら1曲じゃあちょっと舞台を用意したいと思います、はい、お願いします。練習しといてもらってもいいですか？はい、お願いします。はい、面白い。はい、じゃあ、はい、さて、エネルギッシュな大草さんにぴったりな趣味ですって。本当ですよね。エネルギッシュってね、私一番言われて嬉しいんだよね。あ、そうなんですね。一番嬉しい。そうなんですね、うん、そうですよね、うん、でもやっぱりその今も隣にいてエネルギーをもらえるので、うん、すごいいいと思います。あ、よかったです。人にも。ありがとうございます、はい、はい、ね、今日は、まあ、早速ね、ご紹介していきたい、このロクシタンの薬用メディカルアンチヘアロスセラムについてお話ししていきたいんですけれども、うん、これは皆さんご存知のロクシタンが
10年の歳月をかけて完成させた、なんと 99% 自然由来成分の薬用育毛美容液なんです。はい、綺麗ですよね。綺麗、本当に。皆さんね、あの CM とかでもご覧になった方多いと思うんですけれども、うん、奥ささん実際に使ってみていかがでしたか？はい、私ね、使い始めて今2週間経って3週間目に入って、まあ3週間が経とうとしてるんですけど、さっきも言った通りね、髪の毛って一生自分と生きていく相棒なんですよ。で、取り替えられない、お洋服は取り替えられるんだけど髪の毛って取り替えられないのね。で、常に私髪の毛って顔の印象を決める額縁とかっていうのにすごく言ってたんだけど、やっぱりね、年齢を重ねるとその良さもあるけど、やっぱりエネルギッシュな人、元気な人っていうのは毛が元気なんですよ。はい、毛活です。だから毛活ね、毛活。昨日インスタにもね、はい、書いてたけど、私比較的毛活早いんですよ。あれ毛活じゃなくて毛活って読むんですか？どうなの、どっちがいい、どっちがいいかな。毛活って読んでましたね。毛活だよね。そう、どっちでもいいんだけども、うん、まあ、毛活でも毛活でもいいんですけど、はいはい、とにかくその毛の勢いを絶やさないっていうことがすごい、ね、なんか真面目に喋ってるんだけどすごい面白い話に聞こえる。毛の勢いを絶やさない、そうじゃない？だって眉毛とかさ、まつ毛とかさ、うんうん、全部やっぱり毛がバンって勢いがあると、うんうん、その人の勢いがあるように見えるでしょ、うんうん、だから比較的早いうちからやってたんだけども、3週間使い始めてまずすごく実感したのが、はい、前髪の立ち上がり、うんうん、でこれもちろん今日はプロのヘアメイクさん、瀬山ちゃんにもやっていただいてるんですけど、うん、起き抜けの髪はね、実はもっとここが立ち上がるの。うわさーっとしてるんですね。息子がおーって起き抜けようとおーってすごいびっくりするぐらい、立ち上がりが出たっていうのがすごい自分の中では実感と、あとベイビーヘアって言われる部屋着の、まあ、産毛、ね、が、うん、すごく自分の中ではこう密度が濃くなったなって感じがするのね。そう、さっきね、打ち合わせの時この距離でこうやって見てたんです、うん、今かぐさってるけど、うん、本当にね、ここにピシャってね、うん、なんか産毛が見えた、はい、このベイビーヘアちゃんが増えたなっていうのがもう分かります。そうだよね、顔が、うん、システムが小さくなったような、背景がちょっと下がってて、それは分かります。そうなの、それは本当にそうだった、それは実感しました。なんか私も結構ここの生え際が気になった時とかって、ここに一生懸命こうポンポン、うん、あ、分かるよ、ポンポン塗ったりとか、分かる分かる、撮影の時とかしてたんですけど、はい、なんかね、そのなんかこう産毛感みたいなのは分かる、分かるでしょ、嬉しいんですよね、ここちょっとなんか、張り出してくる感じ、嬉しい嬉しい嬉しいし、あとやっぱりこのしなやかさとか、あと張りっていうのかな、年齢を重ねていくと髪の質が変わるから一番最初に気づくんだよね、うん、何に気づくかってそこで、うん、なんか私さ、多分すごい150回ぐらい多分言ってると思うんだけど、うんうんうん、30代になった時にある日突然黒のタートルが似合わなくなるっていうのを、はいはい、様々なエッセイで書いてるんだけど、うんうん、それって何かっていうと、うん、毛なんですよ。髪の毛の例えばツヤがなくなったり、ちょっとこう勢いがなくなったり、張りがなくなったりっていうのがまずその時に気づくのね、はい、だからすごくしなやかで張りが出たから、このダウンスタイルも本当にスタイリングしやすいんですよ、手くしでこうかき上げた時もふわっとなって、うん、本当だよね、はい、うん、ね、ツヤもあるし、コメントでも皆さんやっぱりボリュームが気になってるのかな、本当よね、わかるわかる、すごくわかります、うん、ボリューム感大事ですよ ね、なんか毛量トップのボリュームがないと老けて見えるのが悲しいっていう、なんかコメントいただいてたりとか、うんうんうん、あと何歳からでも使って良いのでしょうかとかも結構ないろいろご質問いただいてるけど、ね、これね、本当に先ほど聞いたんですけれども、うん、育毛ケアは何歳からでもいいんですって、うん、なんかちょっと育毛って、うん、本当に例えば40歳45歳とかになってからなのかなって若い頃思ってたんですけど、うんうん、早くやった方がいい。ね、スナーイズベタ。スナーイズベタって言いました。早ければ早ければ早いほどいい。早いほどいいっていうことなので、はいはい、まあ、それが20代の方であっても、うん、全然お使いいただけますし、うん、ね、早すぎるってことはないのかなって、まあ、自然の成分ですしね。ああ、そうだよね。99%ね、自然由来の成分だから、ね、うん、使っていただけるのかなっていうふうに思います。うん、
ね、髪の毛のエイジングサインを感じてる方すごい多いですよね。あとお値段知りたいって方もいらっしゃるよ。あ、本当ですか、うん、ね、実はですねこれ、税込み5720円で今3本で1万6060円で販売してるってことなんですね。私なんか今日初めて言うんですけど、うん、割と育毛剤いろんな育毛剤を経験してきたんです、うん、それ初めて聞く。そうですよ、うん、なんかやっぱ産後から、うん、第1期は産後に来たんですけど、うんうん、で結構あのコロナ禍でいろいろな、まあ、編集長になった直後みたいなこともあって、うん、ストレス急にストレスストレスですごい生え際とか、うんうん、まあ、毛量毛の細さみたいなのが気になっちゃった時期があっていろいろクリニックも行きましたし、うんうん、ミノキシジル的なものもやりましたし、うんうん、いろんなものを試したんですけど、それ知らなかったな。そうですよね、そうなんです。悩んでた、やったんだね。いろいろやりました。そう、うん、でもうこのなんかこの価格で買える育毛セラムってすごいやっぱ貴重なんです、ね、うん、確かに、うんうん、続けられるよ ね、続けることが多分大事だから。そうね、そうなんですよ。でうちには続けられなかった育毛剤がすごいたくさんあります、うん、あらなんかやっぱり悲しいよ、ね、テクスチャーというかこう質感だったりとか、うんうんうん、匂いとか、うん、やっぱり毎日続けられるってすごい大事なことだなと思うんです、うん、本当よね。使用感はどうでしたか、うん、使用感は、ね、このオイルと水の二層式になっているからちょっとベタつくかなっていう想像なんですけれども、ね、うん、つけた感じはすごいサラッとしていて、もうスタイリングにも何も影響をしないというか、うん、逆にふわっと仕上がる感じ で、ね、はい、ヘアセット前でも全然使えるものでした、はい、そうなんです。なんか結構ヘアセット前に使うと重い育毛剤って結構多いんですけど、うん、そういうものが多いですよね。こちらのセラムは全然そういうことがなくサラサラしてるので、うん、この後にどのスタイリング剤に行っても大丈夫、はい、確かに、うん、なんか昨日3本セット購入しました。おー、すごい。そうなんです。すごいね、いい香りで3本使うとかなりの実感を、まあ、個人差もちろんあるけれども、うんうん、あるんじゃないかなと思います。あと男性も使えるんですかって本当にね、いいご質問よね。なんか誰もお願いしたわけじゃないの方がいいご質問、ね、そうなんです、うん、男性も使えるんですよね、うん、男性で気になってる方、うん、女性でこう気になってる方、うん、両方で使えるので、うん、今週末父の日だって知ってました。そうだった。だから父の日のなんかに何を買ったらいいかわからないって悩んでたから間に合います。あ、すごくいい。最寄り駅になんかさ、いいよね、ロクシタンにさすぐ寄れるし、うん、あとこ の、 容器ボトルがやっぱり気にされてる方って、例えば自分の、クローゼットというかその、パウダールームに、まあ、育毛とかさ、うん、少しそういう言葉があると、はい、とてもこう気分が落ち込んでしまう方もいらっしゃるじゃない、うんうん、だけどそうじゃなくって、毎日すごくポジティブに使いたいっていうこのパッケージも、はい、素敵だし、置いておいても例えばなんだろう、子供とかに、え、なんか使ってんのみたいな、誰も息子さんとかにね、なんかちょっとね言われたりすると、そうそう、なんか揶揄されないっていう、なんかこの素敵さも、うん、私は大きな特徴だなと思う。本当に素敵ですよね。前だ、毎朝結構さすがだな、合わせてきたんだなって思いました。スタイリストだからね。はい、そうなんです。このこちらのアンチヘアロスセラムなんですけど、うん、この緑色の油溶性の層と、うん、この透明の水溶性の層に、うん、2層に分かれてて、うん、るんですね、うん、でなんかこう自然のものなのでこう分かれるんですけど、うん、こう溶け合う成分とかが入ってない分ナチュラルですし、うん、逆にこう2層なのが良くないですか。いい、こうやって混ぜて使う、うん、ちょっとやってみる。やってみましょう。でこれオイリーすぎると、ね、重さでしんなり、そう、ね、すっごいサラサラしてるので、なんかこうベタついて逆にぺったりしちゃう育毛剤あるの分かります。私もそういうの使ってるので、でもなんかそうじゃないんですよこれ、はい、本当にねびっくりするぐらいサラサラしてて、ちょっとなんかこう気をこうやってると流れてきちゃうから。そうだよ、やるようだし、うん、やってみて。皆さん見ててね、参考になさってくださいね。これ振ってください。でガシガシ振らないようにね、私これね瞑想だと思ってるんだよね。あ、この時間を大切に。そうそうそう、ちょっと優しく振ってあげて、比較的すぐに分離するので早くで、ワンプッシュで10滴ぐらいあるの、こんな感じです。なので
サラ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 ってしてるのね、お分かりいただけるかなと思うんですけど、うん、あのこれをもちろん、まあ、ここに取ってでもいいけど、基本的には頭皮に直接やるんですね。で私のねちょっとやり方を毎朝やってるんだけどで清潔な頭皮だよね、さきこね、これね、はい、清潔な頭皮に、うん、あのタオルドライした後の清潔な頭皮がおすすめっていうことでした、はい、この中でも分離していくので、私ちょっと顔を傾けて微妙なテクニックです。でもすぐマッサージを始める、はい、で私ここの反り込みがあのずっと髪の毛結んでるから気になるので、そこですよね、皆さんやっぱりこう生え際のこのここの反り込みを一番気にしてらっしゃる方多いんじゃないかなと思うんですけど、で爪を立てずに指の腹で気持ちがいいぐらいの圧でマッサージをする、こんなやり方、はい、で香りはさちょっとこうハーバルな感じだよね、そうなんです、なんか5種類ぐらい入ってるんだって、はい、もう5つの、うん、よく覚えてますね、5つのハーブの香り、ね、5つのハーブの香りがでね、がミックスされていて、うん、本当に深呼吸、深呼吸、本当いい香り、うんうん、マインドフルネス、そう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 、そうなんです、毎日のこの1日1回でいいんですけど、うん、マインドフルネスタイムだと思って、うん、こうハーって深呼吸してもらうといいかもしれないです、うん、だから男性が使っても全然いいよね、うん、そう男性が使ってもいいですし、うん、まあ、ロクシタンといえば皆さんね、なんかこうプロバンスの、あ確かにすごくラグジュアリーな、行きたいな、行きたいなって、うん、行きたい、さっきからすごい行きたい行きたい、まあ、ちょっとライフスタイルブランドみたいなイメージを持っていらっしゃる方いると思うんですけど、もちろんそうなんですけど、結構植物研究を長くやっぱりブランドとしてやってらっしゃって、あの研究所があってそこに200人の研究者の方がいて研究してるってことなんですね、うんうん、でなんか植物のイメージってこう、うん、穏やかに効くみたいなイメージあるじゃないですか、うんうんうん、でも実際には結構パワフルなんですよね、うん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 、その効き目って、うんうん、はい、あヘアケア用品いろいろ試していますが、ベタつき感なくサラサラ、うん、私は気に入ってます、うん、そうなんですよ、私も本当に育毛剤を渡り歩いてきたので、うん、このサラサラ感ってすごいやっぱり珍しいって思います、うんうん、ね、1日1回使ってね、大体1ヶ月ぐらいあの持つと思います、はい、ただあの髪の毛の長さとか、あとは気になるところは少しこう重ねてじゃないけど、うん、あの使ったりするとまた少しねあの差は出てくると思うんですけど、大体1ヶ月持つと思っていただいて、はい、そうですね、1本で1ヶ月で一生3ヶ月続けていただくと髪の毛のサイクル的におすすめっていうことでした、うんうんうん、はい、生え際とか、うん、こういうね、うん、あと分け目とかに、うんうん、まあ、あのその方の気になる場所でいいんですけど、うん、5滴から10滴をこう塗布して、はい、指の腹でこうマッサージしていただくといいっていうことでした、はい、でなんかブラシを使ってもいいですかってよくご質問くるらしいんですけど、はい、ブラシを使っても大丈夫っていう、なるほど、うん、ことでした、なんかこうでもこう擦らずに、うん、そうだね、うん、なんかこう頭皮を動かすイメージで、うん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 、さっきねなんかブラシはあの手の指の数よりも本数が多いんでって PR の方がおっしゃって、確かに、あ確かにだからなんかまああの指の腹でねこうやってマッサージしてもいいんですけど、うん、なんかブラシがあの、ね、お家にある方はブラシ使っていただいても大丈夫ですと、うん、いうことでした。いや、ね、嬉しい、画面越しに大草さんのベビーヘア確認できました、すごいね、うん、それはねこの講談社のライティングのおかげですよ本当に本当すごいよ、本当にすごいよね、でも私ね分かる、うん、そうなの、マッサージしてるね、はい、いつもここ瀬山ちゃんにちょっと気になるからやっぱり少しカバーしてもらったりとかねしてたんだけど、あんまり気にならない、あとでさなんかこう髪の毛結んでもらったり、あそうです、ね、少しアレンジもなんか瀬山ちゃんせっかくいらっしゃるから、うんうんうん、あのお願いしたいななんて、うんうん、あの思っております、はいね、はい、夜髪を洗った後につけるのでしょうか、まあそうだよね、そうですね、うん、髪洗った後にタオルドライした後にするとおすすめですし、うんうん、まあ、清潔な状態であればドライヘアにもお使いいただけるっていうことでした、うんうん、大事なことはね習慣にすること、うん、なんか特別なケアではなくて歯磨きと同じなんか忘れないようにすることが大事なのでご自分のやっぱりあの分かるところにちょっと置いておくとか、うん、あの習慣にするともう手がちゃんと覚えてくれるから、はい、ぜひぜひ習慣にしてください、はいはい、カッサを使っても大丈夫ですか、はい、ちょっと大丈夫かどうか、うん、あの PR の方に後ほどお伺いしたいと思います、はいはい、そう先ほどね植物 の、うん、あの効果効能ってパワフルだよってお話ししたんですけれども、うん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 、そうこれをお伝えしなくちゃいけないなと思うのは、うん、この、まあね、奥田さんも効果を実感していらっしゃる通り、うん、
この発毛促進効果があるセンブリエキス、センブリエキスっていうのが入ってたり、あと抜け毛を防ぐリコリス由来成分っていうのが入ってたりとか、あと頭皮環境を守るビタミン E が入ってるっていうことですね。あと結構これがパワフルっていうのを聞いたのは、このなんか毛髪をこう健やかにね、勢いよく保つオランダからしエキス、いかにも効きそうだわね確かに名前がパワフルです。オランダでからしだよ確かにすごいパワフル。そうよく探しましたね、この成分って感じじゃない。だそうだから、これは10年の研究の成果だそうですよ。赤さ大丈夫だってよ、赤さ大丈夫だって、あ、よかったです、よかったです、はい、そうなんです、まあ、なんとね、もう10万本売れてるんです。すごいね、10万本ってどういうことですかね。10万人よ、10万人違う違う違う、だってリピート率がすごい高いから、そうですね、3人に1人がリピートしてるって、さっき聞きました。やっぱり効果をね、きっと皆さん体感してるんだろうね、今日ね、53歳になった方がいらっしゃいます、おめでとうございます。髪が、毛量は変わらないと思いますが、髪が痩せました、変わりますかっていうことですが、これは PR の方にお聞きした方がいいですかね。そうですね、はい、はい、なんかやっぱりこうミモレ世代になると、まあ、抜け毛に悩む方も多いと思うんですけど、やっぱ毛が細くなってこうボリュームがなくなってきてしまうって方がすごい多いみたいなんですけど、私はですよ、私は結構自分の髪の張り感を感じてます。扱い始めて、そう、なんか、あの毛の本数は数えられないですけど、確かに確かに、ね、なんかこうやっぱりこう元々すっごい毛が細いんですよ。そっか、毛が細くってすっごいなんていうんですかね、猫っ毛なので、なんかこうそれってこうちょっと油断すると、なんかこうなんだろう、気になるなとかね、しぼんだ感じになるんですけど、ちょっと調子いいです最近。私はね、あとね、シャワー浴びた時に、こう排水口に抜け毛がすごい減ったなと思った、なんか今まで10本ぐらいあったのが1本ぐらいの感覚になった、はい、なんか目立つじゃん、そこにあると、かき集めたくなるっていうかさそうですね、確かにそれ大事、そう、さっきの質問に関して、その毛が細い人にも効きますかってことなんですけど、まあなんか個人差はありますけど、太く強くなる、という感想を持たれる方が結構多いみたいですね、お風呂の中でも使用しても可能ですかっていうことですが、上がってからタオルドライしてからですよね、はい、タオルドライしてから、そう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 なのよ、太く強い髪、ね、はい、に導いてくれます、なるほどなるほど、はい、で、実際に使ってる方で使い続けて毛量増えましたっていう体感ですね、これはこの方のもちろん体感ではあるけれども、こうやって実感されてる方もいらっしゃるのね、やっぱりね、頭皮が硬いのですが効果ありますかっていうことですが、これもお聞きした方がいいですかね、ね、はい、聞いてみましょう、やっぱりみんな気になるよね、髪の毛ってさ、なんかその日の気もだからさ、私たちってさ、髪の毛の問題に10代から左右されてるわけ、うちの娘なんて2時間前に起きるからね、出かける、髪の毛よ、わかる、もうずっと前髪やってる、そうよ、ずっと前髪やってるでしょ、で20代になってさ、あの彼はストレートが好きかとかさ、そういうことになるじゃない、わかります、なんかすごい急に髪伸ばし出しちゃった、そう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 、30代はさ、私子供の時やっぱ髪の毛がもう圧倒的に抜けちゃって、はい、あるでしょ、で40代になるともう白髪とか、はい、しぼんだりとか、勢いがなくなったりとか、私たちはね、髪の悩みとともに生きて、振り回されてるの、そうです、わかるわかるわかるずっとその目に向き合い続けてますよね、そうよ、そうです、だからミモレでも会議すると、なんかずっと髪の毛の話しちゃったりします、そうだよね、わかるわかる、何が効いたとか、まあ、スタイリング剤何が結局いいんだろうとか、いう話って永遠にできますよね、わかるわかる、わかります、本当にわかります、そうなんです、はい、いやもうなんかこのね、なんかこの置いといても美しい植物性のアンチヘアロスセラムなんですけど、なんとベストコスメ22冠受賞です、すごいね、すごくないですか、22冠とかあるんですかね、なんか、ね、そう、6下のヘアケア製品で、まあ、医薬部外品も取得したっていうことで、その実力が受賞数に反映されてるんじゃないかっていう話をさっきねしてます、マッサージしたしながらごめんね、使っていただくのが
育毛ケアとしておすすめ、うん、そうですね、うん、頭皮硬いとやっぱり効果が あれなので、できるだけこうマッサージして頭皮を柔らかくすると、うん、より効果が出るんじゃないかなってことだと思います。ね、頭皮は畑だからね、髪の毛を生やすね、そうそうそう、血行促進にもなりますよね。そうだよね、はい、顔色も左右するよね。左右すると思います、ね、はい、さかちゃんきっとだってやっぱりヘアメイクさんってさ、うん、必ず特に年齢を重ねた女性をね担当してくださる方は、え、別に専門してるわけじゃないですか。違うわよ。違うよ。もちろんもちろんです、もちろんです。その年代に合ったね、あった美しさを無理なく引き出してくださるから、うん、すごいちゃんとやっぱマッサージするもんね。マッサージはすごい重要で、はい、マッサージは重要ですか。お顔のマッサージもそうなんですけど、うん、時間があるときは頭皮までしっかりほぐしてあげるのも全然顔も違ってきますね。まあ、なんかやっぱり顔も上がりますもんね。だって一枚皮だもん。そうですよね、うん、だからまあもちろん頭皮のケアでもあるんですけど、うん、もう顔を上げるなんか儀式としても、うん、毎日一回こうね、うん、やるのいいかもしれないですよ。私はね、まあ、ブラシもカッサもいいと思うんだけど、はい、やっぱり触れるっていうことってその対話になるじゃない、自分 の、うん、このパーツとね。だからあちょっと硬いなとかちょっと凝ってるなとか、あと逆にちょっとベタついてるなとか、うん、なんかねそういうのにやっぱりね手って気づくんですよ。確かに。だから できたら、まあ、何日かに1回は、はい、指を使ってもらうといいんじゃないかなっていうのはちょっと思ってます、うんうん、何度も言うけどこのライティング素晴らしい。いや、なんか何度見ても大阪の髪のボリュームが見えないか。本当だね、素晴らしい、すごいボリュームですよ。素晴らしいね、さやまちゃん。こんなライティングないよね、これからね。そう、はい、実はですね、もうミモレにも愛用者が何人も実はいて、うん、うちの編集部の坂口ちゃんなんですけど、うん、あっという間に使い切って現在に2本目をリピート中で、なんかね今はひどくないんですけど、もともとアトピー子だったらしいんですよ、うんうん、だからなんか痒くなりがちで、でも痒くなる前にケアしたいから、うん、結構頭皮の保湿、うん、なんか今こう抜け毛に気になってなくてもちょっと頭皮の乾燥気になるみたいな、あと痒み気になるとかいう方いるかもしれないんですけど、うんうん、なんかその保湿にもやっぱすごい、まあ、愛用してると、うん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 、でなんかだんだん湿気がねジメジメしてきたじゃないですか、うんうんうん、でこれスースーする成分は全然入ってないんですけど、うんうん、やっぱりつけるとサラサラしてて、うん、なんかちょっとクールダウンする感じが、うん、ありますし、全然スースー刺激感がない。あ、ないね、確かに確かに、なんかこう嫌な感じとか、うん、こうなんかひりつく感じとかはないよね。そうだからね、うん、毎日気持ちよくてついこう手を伸ばしたくなる、うん、そういう育毛セラムですっていう感想を教えてくれました、うん、はい。あと、まあ、夏場も頭皮乾燥しますよね。そうだよね。夏なのにどうして頭皮乾燥するんですかね。ベタついたり乾燥したりベタついたりしますよね。クーラーとかじゃないの。クーラーとかさ、あと紫外線、うん、意外とここって焼けるんだよ。そうかも。そうだよ、日焼け、日焼け、日焼けもあるしね、まあ、だから、ね、いろんなさ、やっぱり環境にさらされるのよね、頭皮って。本当に愛おしいわ今。頭皮をね、そう、頭皮をいたわってあげたい、慈しんであげたいですね、うんうんうん、はい。あ、やだ、嬉しい。奥田さん、それきっとライティングのせいではないですよ、だって。あ、なんかすごい優しい人がいます。優しい。ありがとうございます。ないですよ、かわいい。ありがとうございます。そうなのよ、なんか毛のさ、勢い、エネルギーっていうのかしら、うんうんうん、なんかほら、さっき私エナジティック、パワフルが自分にとってすごく嬉しいフレーズだって言ったじゃない、うんうんうん、なんか毛活もね、やっぱりエネルギーなんですよ。だから、まあ、色はさ、グレーヘアであろうが、黒髪であろうが、本当にどちらも素敵さがあるなっていうふうに思うんだけど、やっぱりエネルギー、生きるエネルギーが宿っているとやっぱりいいなと思って、はい、この張りと腰が出てきたから、私すごくよく聞くんだけど、こうどうやったらまとめ髪がそういう風にふんわりできますかってすごい言われるのね。で、結んだ時も起き抜けのこの立ち上がりがあるから、もちろん少しね、やっぱり熱を与えてあげた方がツヤも出たりはするんだけど、ね、まとめ髪もものすごい決まると思う。そして帽子をかぶった後、少しこうやってこう立ち上げるだけでまたふわって戻ってくるのね。それもすごくいいなっていうのを、ここ数週間で私は実感しております。
まとめた時にねペタンってなっちゃうとちょっと悲しい印象になりますもんね。そうなのね、セマちゃんこれさ、はい、もし皆さん見て、はい、いい、なんか皆さんさ、そうなんです、なんか女神、うんもちろん下ろしてても素敵なんですけど、はい、まあ、小根科の季節結構一つ結びされる方も、そうだよね、多いからね、うん、多いと思うので、うん、そういう時に、ね、いい感じのこうボリュームだと、まあ、いいですよね。そうじゃあやっていただいている間に、はい、そこにいるんですけど、うん、あのミモレ編集部の常まっちゃんはもともと毛量が少なくって、うん、なんか細くって、うんうんうん、まあ、抜け毛が多いことに悩んでいたことなんですね、うん、で2本目を使い始めた頃から、うん、だから2ヶ月目とかに徐々に抜け毛が、うん、へ、買おうって言ってくださってる方で、あ、はい、抜け毛が減ってきたような感覚があり、髪の根元も以前より立ち上がってきたように思います、うん、デザインがおしゃれなので会社のデスクにも置いてます、うんうん、確かに置いてある、私のここに座ってるんですけど、でもね会社のデスクに置いといても本当だよね、なんか香水の瓶みたいなんですよ、ね、あ確かに綺麗、癒される癒されますよね、うん、そうなんで、あの本当その方、まあ、もちろん清潔なね、うん、あの頭皮に使っていただきたいんですけど、その方のライフスタイルに応じて続けられるっていうことがすごい大事だと思うので、うん、確かに、はい、続けられる場所にね置いとくといいと思います、うん、それこそ私も歯磨きをする動線にありますね、はい、あ素晴らしいね、それが大事だよね、はい、歯磨き忘れないので、そうだね、うんうんうん、結びました、はい結び終わりました、はい、どうですか須山さんどうですか、一つ結びしてみてすごく簡単でした、ちょっと手口で手ぐしでワッと空気を入れて、うん、その空気感を潰さないように下で結んで、うん、トップをちょっとここを引っ張って、うん、終わりです、うん、はい、あと顔周りの調整をちょっとピッピッてやっただけだったので、うん、ボリュームが出やすかったのですごいエアリーにすぐ仕上がりました、うん、あと顔周りの立ち上がりもあるので、うん決まりやすいですね、うんうん、ね、一つ結びがやぼったくなるのです、分かる、私もね、未だになんかこう上手にできないなって思う時あります、うんうん、やっぱりさ、ここの立ち上がりとかこのここの頭頂部のこうなんか張り感みたいなのって瀬山ちゃん大事だよね、うん、すごく大事ですね、うん、横から見た時にこう見ていただいてちょっとつまんでいただけると、うんうん、いいと思います、うん、はい、1日何回も使って大丈夫ですかっていうご質問いただいてますけど、うん、あそうですね、何回使っても大丈夫なんですけど、おすすめは1日1回っていうことでした、うんうん、なのでまあ朝の方もいるかもしれないですし、うん、夜の方もいるかもしれないですね、うん、はい、コマーシャルを見て気になってましたってね、あのコマーシャルも素敵だよ ね、すごい素敵ですよね、本当本当分かる分かる分かる、そう、はい、一つ結びもねぜひそうですねやっていただきたいよね、はい、うん、そしてじゃあ質問コーナーに行こうかな、うん、うんうん、そうですね、つけるタイミングは朝夜などいつが効果的ですか、うん、まあ、これはいつでもなんですけど、うん、はい、清潔な頭皮につけていただきたいので、まあ、シャンプーしてタオルドライした後が推奨ですが、うん、まあ、ドライヘアにもお使いいただけますという、うんうん、ことでした、はいはい、で、そう育毛ケアは何歳から、そう何歳からでも、何歳からでも砂スナーイズベタ。スナーイズベタ。スナーイズベタだからね。あのね、なんかね、ちょっと顔のくすみが気になるなとか、あと黒が似合わなくなったなっていうのは大体毛問題なんですよ。なのでその時にご自分で始められるのもありだと思います。はい、でそれってね、大体あの個人差あるんですけど、私のデータによると大体ね、33歳から36歳ぐらいまでの間なんですよね。やっぱホルモンバランスが変わったりもするので、その間に気づかれる方がすごく多いので、その時をきっかけに始められるのもありだと思うし、あと須山ちゃんもね、あの私もそうだったし、あのさっき子も言ってたけど、お子さん産んだ時にやっぱりちょっと髪の毛が抜けちゃったってね、抜け毛が多くなって、ボリュームダウンしてしまいました、うん、だからそういった時のタイミングっていうのももしかしたらあるかもしれないよね、うん、そうですね、あ洗髪後ドライヤー前が良いですか、うん、そうですね、はい、洗髪後ドライヤー前、そのタオルドライした後が、うん、まあ、ベストみたいな感じでした、うんうん、はい、さきこさん、はい、他の育毛剤と違う、はい、やっぱりね使用感ですね、なんかこうスースーしたり、あとちょっとベタベタしたりして、うん、髪が
逆にこう寝ちゃうっていうか、うん、ボリュームが抑えられちゃうから、うん、その後のスタイリングに響くなって思う時があって、うんうんうん、だからなんかあの駆毛剤によってはこうつけた後ドライヤーすごいしたく乾かしてこう、うん、寝ちゃったものを起こしたくなるものもあります。ペタってしちゃって、あ、なるほど。でもこれはサラサラしてるから、うん、なんかすぐこう乾くし、うん、なんかその後オイルとか塗っても、うん、はい、あの大丈夫です。逆にボリュームありすぎる人はどうですか？ボリュームありすぎる人とか羨ましい。どういうことなの？宝物です。宝物を大切にしてください。はい、はいはい、使ってます。効果すごいですよね。そうなんですよ。なんかね、個人差があるとはいえ、やっぱりこんなにたくさんの人に支持されてるって、やっぱりね、口コミで広がっているなんかあの皆さんのこう実感みたいなのが支えてるんじゃないかなって思うので、髪のエイジングサインにも聞きますか？例えばうねりとか広がりですだって。あ、それは聞いてみましょう、うん、はい、はい、なんか男性のリピーターさんもすごく多いみたいで、うんうん、あの男性の方も使いやすいやっぱりパッケージと、あと買いやすい、あの、ね、液とかにノックしたん入ってるからね、はい、あの結構買いやすかったりもするし、はい、なんだったらパートナーシェアしていただいてもいいよね、うん、そうですね、うん、なんかプレゼントだよとか言いながらほとんど自分それもありだね。それもあり、はい、一緒に使いお使いいただけると思います、うん、男性の方もなんか嫌じゃない香りなんじゃないかな、うん、本当そうだよね。甘くないんですよ。あ、本当ね、本当、うんうん、そうそう、うん、あのすごくねグリーンって感じ、はい、あのハーバルグリーンって感じがします。本当にこの、うん、この通りの印象の香りなんですよね、うん、そう、本当、はい、私の知り合いの70代の女性がボリュームありすぎて、なんて素敵なんでしょう。なんて素敵な。ね、そんな70代になりたい、ね、でも、ね、そう言ってそうじゃないですか。頑張ります。確かに結活頑張ります。はい、エイジングサイン、あ、ね、はい、はい、ありがとうございます、まあ、いろんな悩みがあるよね、はい、やっぱりね。だから髪ってさ、うん、見た目印象だけじゃなくて、うん、実は気持ちとものすごい直結するから、はい、そこでも生活をやっぱりやって、うん、きちんとメンタルにもつなげてもらいたいなって私はすごく思う、うんうん、だってさ髪の毛が決まると一日すっごいさハッピーじゃない？そうなんですよ、ね、うん、やっぱり結構メンタルに影響するから、うん、そうそう、髪はやっぱり元気であった方がいいし、こう自分がね、うん、なんかこう納得いってた方がいいじゃないですか、うん、そうそう、そのためにもすごく本当に安い投資だなと、うん、なんか私も前髪が内側の方がエイジングサインでチリチリしてきちゃったんですけど、うんうん、これを使い始めたら前髪のチリチリが前髪に昇格したっていうか、チリチリしなくなっても前髪として扱えるようになったんですね、うんうん、それが本当すごいなと思って効果を感じてます、うん、毛未満だったのか、毛になったって感じ。毛になったんです、髪は女の色効果もあるなって思いました、うんうん、あ、毛活学部地畑、ね、ありがとうございます。すごい、これをまとめていただいてありがとうございます。これを唱えて、これを唱えて、頑張りたいなというところですね。そうですね、ミモレ世代のお母様の世代にもおすすめだと思います。あ、そうね、確かに、はい、なのでそれこそお母さんと一緒に使ったりしてもね、あ、いいかもしれないですよね。あのね、もう一個ある、うん、スナーイズベターなんだけどネバービートゥーレイト。どうして英語になっちゃう。皆さんがちょっと感覚で分かりやすいから、ネバービートゥーレイト、遅すぎることはない、はい、だから、はい、70代の方でも、はい、もちろんもちろん80代の方でも、うん、はい、スタートしてぜひいただきたい。遅すぎることはないっていうことですね、うんうん、頭皮には、はい、頭皮にすり込ん、こすり込ん、頭皮にすり込んで使えば良いですかっていうことですが、うんうんうん、優しくマッサージだよ ね、 ね、そう、うん、なんかやっぱりこすっちゃダメで、うんうんうん、こう頭皮がをこう動かすような気持ちで指をこうするのではなくて、うん、頭皮を動かすみたいな感じでね、うん、マッサージできるといいと思います、うん、はい、なんかあっという間ですね、時間、うん、本当だね、あっという間だね、うん、はい、皆さんご質問大丈夫ですか？すごいたくさんご質問いただいてありがとうございます、うん、あとね、びっくりしたのは、うん、使ってる方が多いっていうこと。あ、そうね、確かに、もうね、うん、もうすでにお使いになってる方がすごく多いなと思った、うん、でさっきのさ打ち合わせでさ、うん、すごいさ講談社にファンが多いよね、うん、それこ そ、 なんか某某地編集部とか、ね、某編集部の方とか、うん、はい、すご
こういうファンが多いですし、うん、やっぱりなんかありそうでなかったと思うんですよね、うん、こういう、ね、ナチュラルなもので、うんうんうん、はい、目もパッチリしてるんですね。あ、本当ね、確かに。あと EC 販売もありますかって、うん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 、はい、あります、うん、あります。見やすいよ、すごく6下のね、あのページ、あー、うん、私すごい見やすいなと思うし、うん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 、あの購入もしやすいなって思います、うん、はい、いいですね、はい、母にプレゼントしたいです。だってオイルですかって。あ、じゃあちょっともう一回ね、咲子さん、ほら、はい、あの二層式だということとかさ、はい、おさらいする。おさらいしましょうか、ね、薄毛で、細い毛ですがベタっとしないのかなと今コメントいただきましたよ、うん、はい。このアンチヘアロスセラムは二層式なんですけど、この緑色の油溶性油のオイルの層と透明の水溶性水の層の2層に分かれていまして、まあ、それぞれにこう発毛効果のある成分とか、頭皮環境を守る成分、有効成分がたくさん、植物のパワフルな成分が入っています。はい、なのでそうですね、あのオイリーというよりはサラサラしています。サラサラしてる、はい、化粧水ではないんですけど、やっぱセラムですけど、なんかこうトロッとするっていうよりは本当にサラッとしてますね、はい、ありがとうございます。実験ね、実験ね、こんな感じだよ、うん、伝わったかな、そうそう、サラサラ感が、うん、伝わったと思うよ。あ、ね、そうね、お水が、そう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 、咲子さん綺麗と、あら、なんか優しいですね、うん、皆さんありがとう、優しい、今日はなんかすごいよく眠れそうはい、ね、母にプレゼントいいですね、うん、はい、突然耳の横うねり、そうですね、うねり、ロクシタン公式オンラインショップでもございます、そうですね、うん、はい、ぜひ皆さんチェックしていただきたいです。じゃあちょっとあのいろいろお知らせなどをしましょうか、うん、嬉しいお知らせ、嬉しいお知らせです、うん、はい、ただいまロクシタンではアンチヘアロスセラムの大ヒット、もう10万本ということで、ね、大ヒットを記念してプレゼントキャンペーンを開催しています。専用の応募フォームよりご応募いただいた方の中からこうロクシタンさんのサイトを見ていただいて、うん、はい、抽選でなんと毎週500名様、ね、これさ大体普通5名とかだよね500名で合計2000名様って書いてあるからなんか私も当たる気が当たるかなすごい。でもまあ応募が殺到するんですよきっと。あ、そういうことか、うん、そうですね、うん、この薬用メディカルアンチヘアロスセラムの原品、うん、原品です、これをプレゼント、いたしますということです。はい、ロクシタン公式 X インスタグラムよりご応募いただけますので、ぜひチェックしてみてください。咲子さん、お値段のお問い合わせがまた来てますが、はい、はい、お値段は税込み5720円です。で今3本のセットもございまして、うん、16,060円、3本セットで16,060円、一応その3ヶ月連続でご使用いただくと、あの頭皮髪のサイクルがちょうど一周するということなので、ぜひ皆さん3ヶ月使ってみてください。はい、あのね、3ヶ月で16,060円がいかにコスパがいいかっていうことを私は知っているって感じ、うんうんうん、はい、1日だといくらなんだろうねとかそれ急に聞きますあんまり算数が得意じゃないんですけど、はい、はい、すごいもう、はい、あのお得だと思います。なんか私結構クリニックに行ってたことがあるんですけど、そうですね、はい、クリニックもでもなんか、うん、あのやっぱり行かなくなると、うん、まあ、だん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 こうね、あの元に戻っていくんですけど、うん、そういうなんかあの一回落ち着いた時にメンテナンスとしてもお使いいただけると思います、うん、本当にいつからいつまで使ってやめるとかじゃなくて、なんかずっと使い続けられるのがすごい、このアンチヘアロスセラムのすごくめちゃくちゃいいところだなと思います。はい、皆さんご視聴いただきありがとうございました、うん、あっという間の時間ですね、はい、ぜひ使いたいとか、コメントいただいてます、うん、つけるタイミングはね、うん、なんかその清潔な頭皮にっていう風にね、咲子さんも先ほどからアナウンスされてるけど、まあ、とにかく自分が習慣、無理なく習慣にできるタイミングっていうのが、はい、私は一番いいんじゃないかなと思う、うん、だから朝続けられないとね、そう、あの意味がないから、うん、朝洗髪する人は朝でもいいだろうし、夜あのシャンプーする人は夜でもいいだろうし、はい、とにかくちゃんとあの習慣にできるタイミングがいいかなと思います。分け目とか、あとは、この
まあ、この生え際だったりとかそういったところを気になるところを中心につけていただいてそれでマッサージする感じだよね、はい、いいと思います。はい、分け目と生え際と気になるところにぜひつけていただければと思います。今から3ヶ月だと冬にはいい感じになるかも。確かに。もうちょっと早く、まあ、人によるけど、はい、体感されるんじゃないかなと私は思いますけど。なんか予言者。私はすごく言葉を選びながら。はい、そうなんですよ。はい、なんかやっぱり皆さんこうね、すごく効果を感じていらっしゃる方も多いんじゃないかなと思います。ぜひお試しいただきたいです。はい、ありがとうございました。もうあっという間の楽しい時間だったんですけれども、なんか1ヶ月のつなが1日178円です。ありがとう。1日ちょっとなんか計算ができない。だから1日178円ってコーヒーも買えないからない、ね、だからこれでねやっぱり一生の、髪の毛にちゃんと投資できるってことよね。そうそうです、うん、決して高くない。ありがとうございます。計算してくださって素晴らしい。はい、ありがとうございます。最後に一言ずついただきたいんですけれども、瀬山さんいかがでしたか。ですね、このインスタライブお二人のお話も聞いて育毛ケアをこれからもどんどん頑張っていきたいなって思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。そして大草さんいかがでしたでしょうか。はい、ありがとうございました。髪ってね悩みと直結してる、まあ、自分のすごく深い悩みと直結してる場合もあるし、あと簡単に自分の気持ちを上げてくれるものでもあったりするから、やっぱりもう少しそのスタイルだけじゃなくって、その髪の質、頭皮の環境、そういったところに習慣としてグッと入っていけるといいんじゃないかなっていうのは、私30代後半から毛活やってるので実感しております。で続けやすい価格であるということと、美しいパッケージであるということ、買いやすいということがあるので、ぜひ続けることが大事かなと思いますので、その一歩になれば嬉しいです。ありがとうございました。流れるような締めのご挨拶いただきました。ありがとうございます。一緒にね皆さんもこれを続けてみて、はい、いただけたらなと思います。はい、あっという間でしたが本日はありがとうございました。本日のライブ内容はミモレの公式インスタグラムアカウントでアーカイブ視聴いただけます。ということで今日ね途中からご覧になっている方もぜひご覧ください。後ほど時間があるときに、はい、今日はね、はい、皆さんなんかすごくたくさんコメントいただけて嬉しかったです。ありがとうございました。ミモレの読者の皆さんもね、大草さんに会えてすごい嬉しかったんじゃないかなと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。須山さんもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。またね。